同盟九十、緑の党、同盟九十、緑の党、同盟九十、緑の党は、ドイツの環境政党。グローバルグリーンズ加盟。現在、ドイツ連邦議会で63議席を持つ4番目に、大きい政党であり、1980年代以降、一定の勢力を持っている。1九9八年から二千五年まではドイツ、社会民主党と連立政権を組み、 脱原発、風力発電の推進二酸化炭素の削減など環境政策を進展させ、国民的人気の高いヨシカ・フィッシャー外相などの閣僚を送り出した。この機関以外は常に野党である。西ドイツの地方レベルで1970年代の終わりに戦前から続く、主に右翼的な環境保護運動が連合する形で、諸派、緑の党は設立された。 しかし、そのままでは5%条項を突破できなかったため、後に1960年代の左翼的な学生運動世代を呼び込んで、連邦レベルの政党を、緑の党として1980年に再出発した。その後、右派グループは別の環境政党として、脱退、以降は震災欲色の濃いエコロジー政党となっている。1983年に連邦議会で、 初めて議席を獲得。世界の多くの緑の党の中で最も古く、最も議会政治的に成功している。1989年と1990年には、東ドイツの民主化に関わった市民グループが、同盟90を結成、1993年に緑の党と統合した。ドイツには、ナチスドイツ時代以前から続くエコロジーの伝統があり、 シュバルツバルトの喪失などが話題となり環境意識の高まった1970年代の半ばから末期にかけて主に右派や保守派の環境保護グループが中心となって大グラナンを組織した。当初はヘルベルトグルル、ドイツキリスト教民主同盟を筆頭とする保守派、右派500人に対して動作派、ドイツ社会民主統計はわずか15人に過ぎなかった。 1979年の欧州議会選挙では、ヘルベルト・グルールとペトラケリーの二人を第一候補に置いて有効投票数の3.2%を獲得した。また、ブレーメン州選挙では5.1%の高得票を叩き出す。さらに党員は1万人を突破した。これらの成功を見て、70年代をテロリズムに明け暮れ、衰退期にあった生運動出身のサハグループが、 接近してくる。1979年11月4日にオフフェンバッハで行われた党大会では、右派グループは左翼過激派の参加を拒んで反対同議を提出するが、僅差で否決された。この採決によって、緑の党の今日まで続く路線が決定されたと言える。1980年1月13日のカールスルーエでの党大会で新たに、 連邦議会政党として出発することになった、際の決闘ンバーには、ドイツ全学連の元議長、ルディルチュケモナを連ねた。しかし、結果的に主導権を握ったのは、ケリーらラの中道左派であった。彼女は、右派と左派を巧みに仲介する役割を果たしていく。反原発と、自然エネルギーの推進、反核兵器、反軍国主義、反ナトウと平和主義。 反消費社会と循環型社会が当時の主な主張であった。一旦加入が認められた左派グループはどんどんと党員を送り込み、党内は次第に左寄りに加速していく。このことに不満を持ったグルールの右派グループは、毛沢東主義者に党が乗っ取られているとして1982年に脱退を表明し、新たに保守系の環境党、エコロジー民主党、オコレジェスク。 デマクロティシャパルタイ、DP を創設する、グルール自身は、1990年にさらに右寄りの、ドイツ独立環境党、アナブハニジオコレジェンドイッチロンツ、同を成立させた。この分裂によって、緑の党は、党員の3分の1を失う。緑の党に残った人々は、軍事主義や移民規制と反中絶に対してより強く反対した。またこの間、 マリファナ仕様の自由化、ゲートレズビアンの権利の向上、自由主義教育や育児を主張した。さらに、各兵器保有案やフランクフルト空港の新しい滑走路の構築に対して、デモで警察と頻繁に衝突し、抗議を行った。州レベルや欧州議会の選挙でのいくつかの成功の後に、1983年の連邦議会選挙で初めて議席を勝ち取った。 その時の重要な争点の中でアメリカ合衆国及び NATO によるパーシング E 及び各巡航ミサイルの西ドイツへの配備が一般住民の強い反対を生み出していた。新しく形成された党は人々の運動への支援を補充することができた。部分的に1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故のインパクトとドイツの大気汚染と 森林への賛成有の脅威に対する意識を育てることで、1987年1月に行われた連邦議会選挙で、得票率を8.3%に増加させた。ドイツが再統一されて、初めて行われた1990年12月の連邦議会選挙は、旧東ドイツと旧西ドイツで5%のハードルを別々に適用して行われたが、 旧西ドイツの緑の党は連邦議会の中で議席を得るのに必要な5%の得票率を超えることができなかった。旧東ドイツでは同盟90と東ドイツ緑の党の政党連合が投票の5%以上を獲得することができた。敗因はナショナリズムと愛国心の高まっているムードに反対するキャンペーンを行ったことが原因だと考えられた。 1994年の連邦議会選挙では、連邦議会で7.3%を得票し、49議席を獲得した。1998年の連邦議会選挙では、得票率が6.7%に落ちたにもかかわらず、47議席を保持し、ドイツ社会民主党、SPD との連立政権、赤力連合を組むことで、初めて政権与党となった。 ヨシカ・フィッシャーは副首相兼外相に就任した。その他環境大臣に、ユルゲン・トリッティン、保健省に、アンドレア・フィッシャー、後に、狂牛病問題で、辞任が就任した。政権発足直後、コスボにおける、NATO の軍事行動へのドイツ連邦軍参加に関する、対応で危機に陥った。緑の党が参加する政府の下で、 軍事衝突中の国外へのドイツ連邦軍の最初の配備が行われたた、多数の戦争反対者が党員を辞めた。そのため、この時期は、地方選挙で長期間にわたり敗北した。また、産業界寄りな SPD の閣僚は、後半にわたる妥協が必要として、緑の党の環境保護主義的な主張に反対した。2001年には、 数人の緑の党の連邦議会議員がアメリカ合衆国のアフガニスタン侵攻を支援するための連邦政府によるドイツ連邦軍派遣案を拒絶した。ゲアハルト・シュレーダー首相は内閣の信任投票を行い、緑の党から4人、SPD から1人の議員が反対したが、大多数は賛成した。2002年の連邦議会選挙では、 得票率8.6%で議席を55へ伸ばし、自由民主党、FDP を抜いて、第3党となった。SPD は議席を減らしたものの、連立政権は、僅差で過半数を獲得し、第2次内閣を発足させた。外務大臣の吉川、フィッシャー、消費者保護、栄養、農業大臣のレナーテ・キューナストや、環境大臣のユルゲン・トリッティンが再任された。 2005年9月の連邦議会選挙では、微ゲにとどまって、統制を維持したものの、FDP と左翼党が勢力を伸ばしたために、議会の第5勢力となってしまい、また連立相手の SPD が敗北し、セディシエスと大連立を組むことになったために、政権与党の座を失った。メルケル政権の大連立に対する国民の評価を問うこととなった2009年9月の、 連邦議会選挙では、セディシェスと SPD の二大勢力に対する批判を集め、得票率は初めて10%を超え、議席を大きく増やした。福島第一原子力発電所事故の影響で、高まった半原発への世論の高まりもあり、原発政策が争点となった2011年のバーデンビュルテンベルク州、ドイツの原子力発電所17基中4基があるの州。 議会員選挙で24.2%の得票を獲得し、セディ政権が58年間続いた同州の首相にビンフリート・クレッチュマンが就任した。セディが敗北した選挙の結果について、セディ党首のアンゲラ・メルケル首相は、福島原発の大事故をめぐる議論が敗因となったのは明らかだと述べた。緑の党が州首相の地位を得るのは、これが初めてとなる。 2010年頃は、セディ、CS や SPD に迫る支持率を確保し、一部の報道機関が行った世論調査では、支持率で SPD を抜くこともあった。2011年9月4日、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州で、初議席を得て、全州議会での議席獲得となった。2013年9月の連邦議会選挙では、 環境負荷軽減と安チ向上式畜産として週一度は最初日とする米ジでの導入やエネルギーシフトを掲げたほか最低賃金制導入高所得者層への増税などを訴えたが得た得票率は8.4%と前回の選挙より2.7%後退、議席数も68議席から64議席に後退させる結果となったこの結果を受け 緑の党は選挙分析と総括を行うとともに、党指導部の世代交代を行うことを決定。最高議決期間である党大会を10月18日から20日の3日間の日程でベルリンで開催し、新たな党指導部を選出するとした。現在は、社会民主主義政党である SPD や社会主義、民主社会主義政党である左翼党との最大の違いとして、 脱物質主義を全面に掲げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。